ありがとう、本当に。もう気づい。ありがとう。珠洲市飯田町でラウンジを経営する西村信子さん、77歳。どこにおったん？え？下の部屋？テレビあるとこ？震度6強の地震で珠洲市正院町にある自宅の1階部分が潰れ、下敷きになりました。2時間助けを待ったという西村さんでしたが、幸い命に別状はありませんでした。今までにない揺れと音がすごかったです。起き上がろうと思って上がったら、天井が落ちてきてたんですね。これで使えて立たれなくなったんです。いろんなことを考えて、このまま終わるかなみたいな、ママ家におるのが分かっとったから、普通ならおらんねえ、普通ならおらんがに連休なばっかりに本当にもうね、見た時も生きた心地せんくて、本当に私も家見たら私寝とったんここみたいな、本当によかった父母の時からもずっとこのお店利用してたから、写真をちょっと送ってきた人がいて、もうママの家だと思って、中にいるの本当に知ってたんで、お休みでもう本当に生きた心地しなかった。でも本当に助かったって聞いて、もう最強、強運の持ち主なんですよ、ママってね。強運中の強運だって本当に思いました。お母さん。はい。あ、ケンちゃん、ありがとう。いきそったきや。足ある。嬉しいわ。ありがとう。ありがとう。大変や。再会を聞きつけた客が次々に店を訪れます。励ましの言葉かけたくて、また頑張ってほしい、負けんなっていう気持ちでやってほしいから。お前それ生かされたんだわ。もうちょっと店やってくれっちゅう、お前お客さんの要望かもしれんよっちゅう。だからあんなうちにじっと隠れてるわけにいかないぞっつって、開けて店ができるようなら元気な顔を見せてお礼を言わないで。西村さんは常連客との固い絆を胸に前を向いています。本当に嬉しいです。はい、何より。また頑張れます。はい、ありがたい話です。本当に感謝しかないです。はい。大きな被害に見舞われた珠洲市。震度6強の地震から5日が経ちましたが、元通りの日常を取り戻そうと、住民は今も必死に不安と戦っています。